リトルバスターズは名前は似てるけど無関係だよ。2002年11月29日にトミーから発売されたリトルバスター級の TAS になります。ここスペシャルタスクフォースのエリア1で物語が始まるよ。右枠にはオープニングに書かれていたことを載せておくね。一応このタスは最速でエンディングを目指すタスだよ。動画内では倍速を使用している箇所があるけどリビューは見ればわかるよ。一応って言ってるのはこのゲームの攻略情報だね。あまりなくてね、自分が調べた範囲だからです。自分が知らないイベントやショートカットがあるかもしれない。さてゲームの本編では、アストラルチェンジャーという機体重要に開発された特殊コンピューターを渡しているところだね。アストラルチェンジャーはその人が持つ特殊な潜在能力を仮想物質に具現化できるんだって。なんかすごいね。タイトルにもなっているリトルバスターは彼らのコードネームだよ。ちなみにリトルバスターは5人だけど残りの2人は明日来るそうだよ。時間もあるしキャラクター紹介するね。檜山烈火12歳。アストラルチェンジャーで具現化される武器は銃だよ。攻撃力が高いからメインで使った人が多いと思う。水川こと、アストラルチェンジャーで具現化される武器はブーメランだよ。攻撃力は低いけど素早いよ。劣化が好きで、妹もいるよ。大地、天命、アストラルチェンジャーで具現化される武器は弓だよ。インテリが高いよ。専用曲が本編で流れないかわいそうな子だよ。他のキャラはその時々紹介するよ。 M 地区の公園に中が出現したのでリトルバスターが初出撃するよ。基本的な進め方は誰かに話して指令室に行くと話が進むよ。今回はことか運命に話すのがフラグだったよ。このゲームは物を持ち上げることができるよ。持ち上げると急と戦ったり、アイテムを手に入れたり、仕掛けを解くことができるよ。今回は持ち上げたらタイヤ急とのバトルになったね。シングルエンカウントとランダムエンカウントがあるよ。章によってはランダムエンカウントがない場合もあるよ。急玉はアストラルチェンジャーに装着することができるよ。タスでは主に隙の異常状態と即死の旧弾を使ってくよ。ブランコ級とのバトルだよ。こちらは一撃で倒せないので合体攻撃を使っていくよ。合体攻撃は通常攻撃を個別でするより威力が上がるよ。構えは次のターンにはフィックスがないから気をつけてね。装着すると通常攻撃に隙状態を確率で付与できるようになるよ。今度の戦闘は倍速していくよ。1030秒以上見てるのもバレちゃうからね。ここはジャングルジム級を2体、ブランコ級を2体倒さないと先に進めないよ。戦闘で倍速ってどうなのと言われそうだけど、このゲーム戦闘中の挙動がものすごくもっさりだから24倍でちょうどいい感じだと思う。状態を表さない球を暴くことができます。正解のアイテムだと先手を取れたりショートカットが開通することがあります。間違ったものを選ぶと先手を取られたりします。おやつに釣られて正体がバレるボスがいるらしいですよ。
突然です。突然は倍速しません。ゴールデン中ですが、月の異常状態が来ます。なので相手には何もさせません。彼は敵なのか味方なのか。リトルバスターのメンバーなんですけどね。第2話、挑戦する子供たち。リトルバスターの活躍のおかげで被害が大変なことになってるみたい。ドクターもシャレになってないよと言っていますし、題名、勇気、アストラルチェンジャーではヨーヨーになるよ。スケバンかな。初期武器から2回攻撃が使えるよ。あとドクター1の遠い親戚なんだって。影林、流れ、アストラルチェンジャーは剣だよ。うっ、立ち伏せでクールな感じだけど熱いところもあるよ。ことが食べようとしたキューキューキャンディーは、キューのミムに取られました。キューのミムはミミと一緒に入ってきたみたい。キュー対策本部なのに警備がざるですね。なんやかんやあって、キューのミムをここで買うことにしたそうです。ペットじゃないんだから。その三択を選択できるけど、何が変わるかよくわからなかった。誰か知っている人がいたら教えてください。S 地区の学校で Q が出現したので、リトルバスターの出動です。出撃の号令は、また劣化に取られたみたい。ここで Q 出す、クイズ。黒板 Q が綺麗になりたい、と言っています。正解だと思うものを選んでね。1、雑巾。2、ためになる本。3、小麦粉。4、アクセサリー。正解は小麦粉だよ。先制攻撃とショートカットが回収するよ。別の選択肢を選んでも、お話自体は進むよ。先制を取られたり、ショートカットが暇さなかったりするだけだよ。
飛び箱を調べた後、一回戦闘を行うよ。戦闘を行うことによって、ひらめくよ。ひらめいたら、再度飛び箱を調べるよ。香水をたくさんかけると球が起こって正体を表すよ。勝利すると、飛び箱級が、用務員室の押し入れに、体育の先生が隠れているって教えてくれるよ。先生に説明して西塔の鍵束をもらうよ。電卓以外反応がなかったような気がします。ここで流れと合流します。これでリトルバスターのメンバーが全員揃いました。飛び箱級よりも HP が低いのはどうなのか。デザインは嫌いじゃないよ。左手にプール、右手に体育館がついてるの面白い。たまにカットインが入るのはクリス感が出てるからだよ。みんな真っ黒で戻ってシャワー浴びましょうって言って、劣化が俺も一緒にって言って、ことが嫉妬するところが個人的に好き。第3話、子供と大人。Thank you.
生したので、劣化たちに連絡を取ろうとしましたが、妨害電波が出ているためドクターたちが代わりに出撃するのです。この時のために、ドクターは試作量産型アストラルチェンジャー、M スペックを作ってました。ドクター1、本名はハゼミ、アストラルチェンジャーではミニカーを使用。アストラルチェンジャーを作ったり修理したり、ハイスペックな司令官。神塚、聖子、アストラルチェンジャーではコーヒーカップだよ。ドクターのことが好きなのかな。ここの機関車級は必須。黒立ち、耳、アストラルチェンジャーではマイクになるよ。遅刻魔、いつも遅刻、毎回遅刻、最初10分だったのにどんどん伸びてく。耳、人型の級だよ。何かいろいろと人間社会を学んでいるような気がする。甘党で、コーヒーに砂糖をいっぱい入れて飲むよ。じゃないと思うかもしれませんが、右下にある属性の数字が MP で、これがないと級を召喚して攻撃することができません。電気球を利用して攻撃にダメージを与えるよ。大体でここで MP がぴったし5溜まってるし、どういうプレイ考えられてたのかな。落とすのでストップするよ。
シャンプー球を倒すと、次に取りに来る、急出すアイテムがあるので歯ブラシを取るよ。このボスにも月の異常状態がつくので月だらけにします。一応月の異常状態がつかないボスもいるんですけどね。ありがとうございました。